はい、今日はですね、外があったかいので、フクロウのポポちゃんとね、一周散歩をしてこようかなと思います。今日は4月入ってから、桜も咲き始めてポカポカちょっとあったかい雰囲気でね、気温はこれ何度ぐらいあるのかな、23度ぐらいあるのかな。なかなか外に出れないんでね。ここら辺はエディオンとかが目印になるかな。あと天白郵便局とかなんかが結構近くにある。もうだいぶ暖かくなってきましたね。この辺は結構ね、子供が多いかな、小学生ぐらいの子供さんが結構多いかなっていう感じですね。行きつけの公園です。いやー、いつもだったら何にもないとこなんですけど、今日はちゃんと芝生みたいに緑が生えてますね。カラスが威嚇してきてる。あそこのカラスが威嚇してきてるんですね。猛禽類を連れて歩いてると、あえてカラスとかがね、自分のテリトリーだぞって威嚇してくるんですよね。カラスが結構偉そうに威嚇してきますね。人間だけだったら絶対あんなことしてこないんですけどね。あ、ブランコでも座ろうかな。新しなっとるブランコ、よかったな。ボボちゃんブランコ新しいぞ。ではおっさんとフクロウのシュールな映像をどうぞ。両手離してブランコ揺られてるとすげえ違和感だけど、フクロウはね、羽が結構生え変わりまして、春になるとねもう生え揃ってるんですけど、冬の終わりぐらいから結構毛は抜けてましたね。あそこで威嚇してるカラス、ついてきてるみたいですね、あいつ。さっきからさっきこの新しい髪型を見て、のび太くんみたいだねって言われました。タンポポがいっぱい咲いてる。タンポポ、リフガメ連れてきたら喜びそうだけど。フクロウの散歩っていうか人間の散歩ですよね。歩いてんの俺だし。あ、やっぱりついてきてる後ろに、ほらカラス。あれ？
はい、一周してきました。なんか高いところカラスがずっとねついてきて、家までついてきたみたいですけどね、今あそこにいますね。あの屋根の上のアンテナのところに家までついてきてみたいですね。自分のテリトリーから出てくよって言ってるんだと思います。ポポちゃん、フクロウのポポちゃん、洗ってやりましたね。あのフクロウって水入れを置いてあげてもそこから水飲まないんですよね。だからまあこうやって洗ってやったらついでにその水もなんかこう飲んでる感じでちょうどよかったかなっていう感じですね。あ、飲んでる。こうやって水浴びさせてあげられるのも、気候がねこう暖かい時だけなんで、ちなみにフクロウはあの水に濡れるとね結構体がシュッとして、タカとかワシみたいな感じにスッとね筋肉質な感じにもなるんでかっこいいです。すごい迷惑そうな顔してますね。なんか話しかけてやるとこう口をねなんかパクパクしてシューシュー言うんですよ。なんかハフハフみたいな返事をしてくれるんで面白いです。では今日はこれで終わろうと思います。よかったらいいねボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。と営業時間変わりまして、金曜日は14時から、23時までやってまして、それ以外の、土日月は10時から8時まで、やってますんで、よかったら遊びに来てください。ありがとうございました。